お肩が痛いお肩とか、マリオカーターの肩とかいますか？マリオカーター、やっていきたいと思います。今回マリオカーターの実況プレイになります。よいしょ。お肩が痛いお肩？マリオカーターの肩。ね、誰かいます？俺マリオカーターやな。マリオカーターやってるんで、実際。今回車見てください。スタンダードカートです。しずえさんスタンダードカート。たまにはちょっと違った車使おうかなと思って、デフォルトのような車を。200cc やからほら、しずえさんが生きてんな。生き生きしてるよね、もうほら。で、コインなんかめっちゃあんねんけど、後ろからサーダーから。うわ、飛び越えたぞ。跳ねられんなよ。ほぼ跳ねられるからな、怖いのよ。あいつ雷で緩和すんなよ。ロゼッタ直撃しとけよ。オッケー、直撃してんな。雷緩和されるときついからな。カッコン。うわ、パックンが今、チラッと見えた。チラついたな。オッケーオッケー、ここは一旦、コナミ、あ、コナミ久しぶりやな、あんた。あの、動物のキャラクター使うお方や。マリオカーターのお方や。お方が痛いお方か。痛い、ふざけんね。やられたぞ。うわ、ダブルでビクソ、泥棒ルイージ。やるな。ルイージ泥棒活動。お前、ほんまに泥棒やな。名前が。赤いっぱい持ってる。あぶね、お前。なんでそんな危険物所持の疑い。危ない、あールイージに赤投げられて終わる。やめなさい。俺じゃない、俺じゃない。マジック。マジックカードオープン。トラップカード。俺ではない、打ちます。よいしょ。俺じゃない。よいしょ。よいしょ。さあ、このバグを切り裂け。はい、バイバイ。もう、舐めたまねしやがって。一瞬1位まで見えたビジョンだったが。惜しかったな。3, 2, 1、ザ・カコン。今回コナミとのマッチングとかやからな、集中してた方がいいと思うよ。ほら、久しぶりに動物の森の相方が来たからな。よいしょ。さあ、行きましょう。 OK です。さあ、いい感じに行きましょう。かあ、シーズさん、ウルトラミーターボだ。かわし10万ボルト。スタンダードカートのその鬼鬼の恐ろしさ見せたれ。なめんなよ。ルイージボコルってやつおるからな、この前に。どんな名前しとんねん。あんたがボコられる立場だろうが。させるか。安定上過失があるかもしれねえが。当たってるでしょって言われたら、まあ確かになってなるけど。よいしょ、逆に当たってないわぐらいが当たるからな。当たりに行ったら大丈夫。さて、ここで一回落ちることでね、最悪です。なんか、言い訳しようと思ったけど、最悪。スター来い。うわー、やべえ。コイン0枚しずえさんとかも遅すぎてやべえ。もうあの A ボタンプラス B ボタン同時に押してるようなもんやからな。めちゃめちゃ遅い。来た。手応えないか。ファ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 。爆弾持ってたから危険物所持の疑いで書類送検。よいしょー。5着残せ。うわー、伸ばされた。もう結局サナエさん、お前なんとかしろ、お前。遅いね。くっそ。3, 2, 1, ゴー。さあ、この今回の目標はですね、この鈴井さんスタンダードカートでですね、1位を取りたいというのがあります。今回の動画で維持で意地を持ってして。もともと俺だってしずえさん使いですからね。で、最近そのレートが高くてさ、相手のレートが高くて、俺も重量級使わざるを得んっていう感じだったんですけど。危ない。だから作業受けたろ、ロケ。今のさ、緑持った瞬間さ、絶対出てくると思った。あいつも顔に書いてあんもんな。投げるでって。はい、ざまみろ。じゃあな。あんたがやったことはそういうことだぜ。よいしょ、別に俺そんなにあれやで、コナミ君に対しては敵対意識はないんで、ちゃんと並列にね、やっぱ立ち向かっていくべきだと思うんでね。僕はもう平等に、別にその、あいつを狙ってやるだとか、あいつにやられたからやり返してやるだとか、そういう気持ちはないですね。全員に対して平等に立ち向かい、そして、トップを取る。それが目標だと思うので、ね、目標の矢先を間違えたらいけない。危ない、今踏み来てたよな。うわー、踏まれた。めっちゃ踏みに来る。
このゲームの目標は潰すことではないですからね。トップをもぎ取ること、それはトゲいったな。ちょっとパックン邪魔やなお前。これアイテム交換できねえじゃん。さあまあコインはマックスにできるんで、まあまあまあって感じですかね。赤1枚、トゲゾウがドンキーに直撃したのを目視していく。まあ、スタンダードカードとはいえね、ローラー、スカイローラーのタイヤなんで、ターボは打ちやすいですからね。ローラー、やっぱローラーカード、ローラータイヤ最強なんで。このターボ値がやっぱいいですね。ターボの溜まりが早いし。ほい。さあ、まあ、どんどん切っていこうか。ほい。さあ、全交換いこうか。さすがに交換できる距離だと思うんで。オッケー。ファイヤーボール。どうします？前潰せるかな。おっと、雷の方。スターで回避していったやつがおるな。オッケーオッケー、まあそんなもんかな。まだちょうどいい距離やからキノコ引けるんちゃうかな。引けないでいく、いて何に当たったかわからない。じゃあもうこれでも食らえ。うわーダメだ。赤ゴーラで退場と。アケアンだけでも捕まえるわ、せめて最後。あかん、やつもウルトラミーターボー分かっている。ダメだ、ちゃんと俺の動画見てるわ。アケアン、俺のウルトラミーターボーのね、あそこでウルトラ出すっていうのはもう僕が教えてますから、皆さん。3、2、1、ダコール。さあ、コナミ君、あんた相棒だろ、一緒に頑張ろうぜ。てか、スタンダードカートね、結構走りやすいよ。あの、スピードはないけど、あの、細かい動き、まあ、別に細かい動きいらんけど、マリオカートで。あの、結構ね、曲がりやすさと、ターボちゃんと出せる。ウルトラミターボ出したとこ全部出せるし、ターボたまらんかったっていうのあるやん、重量級使ってたら。それがないし、もう全部曲がりきれるからね。その分そのトップスピードは遅いけどね。いって、さあダブルしっかり取って、さあコナミの天空バランスタイプをケアしていきましょう。一直線上のミステリーかなこれは。ピコーンって言われたな今。やばいやばいやばい、危ない。これちょっと上空アタック、どうだ、自分に返ってくるのあれ。ここコインちょっと減ってきてるっていうのは痛いな。 7D のテクニック、ノージャンプアクションで落ちないっていうのをね。あの入りミス、開けやお前、危ないぞ、使いや。そう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 、よいしょ。さあもう早め使おう、雷来るわ。雷出れる距離やと思うんで、最下位の人。うまいうまい、危ねえ。コインマックスにしてね、調子こいてたら落ちるとこやったわ。さあ、アキアンどっちとんねん。こっちか、オッケー。あー、ダメだ、これ雷で終わるやつや。あぶね。あ、でも6位か。アキアンとのコンビ打ちをしたいねんけどな。もうちょい急いでほしい。なんでやねん、前に打て。俺狙っとんちゃうやろな、それ。いって。キラーに跳ねられんなよ。キラーいったな。このバグを切り裂いて、あかんあかん、撃たれる。もう信じよう、自分を信じて。よし、どうしようもないな。でもどうしようもない、ツールがちょっと弱すぎて。前の緑をボクシングするわ。うわ、相打ちか、秋山さんと相打ち。どんだけあいつとボクシングすんねん。もう別ゲーやんけお前。おもろすぎる。緑で格闘して、あと次ファイヤーで格闘してきたからな。どんだけ格闘ツール持っとんねん。別に俺もわざと寝るだけちゃうで。たまたま前におっただけ。どんな面白いそのボクシング始まっとんねん。3、2、1、ゴー。さあ行きましょうか。ちょっと前張りで、そろそろトップオブザワールドもぎ取っていこうか。立ち回りで、あ、失礼さん、スタンダードカードでも勝てるんだみたいな、2万台やのにみたいな、そういうのちょっとね、皆さんにもお見せしに行きますわ。ガチガチの立ち回り見せます。少なくとも3着以内に入るでしょうね、このレース本気で行くんで。いつもと違いますよ、立ち回りが。さあもうね、積極果敢に行く。ここで天空バランスナイフ行くとかではなくてですね、逆に守りを固めるんですよ、マリオカートっていうのは。守れば相手が勝手に疲れていく、そういうことですね。疲れたところ、何、バナナ対決になるなこれ。これ俺らの兄弟対決が。やばい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 、緑適当スナイプが来る。危ない危ない危ない。
あぶれ。うわ、当たってない、当たってない。よし、でこれファイヤーボールね、使いにくい。これアウトから入ってください。ここ、これこうやったら曲がりきれるんで、ここ曲がりきれないっていう初心者の方はね、よくお声いただいてます。よし、うわー確定演出、確定っすね。空中爆破、あ、やばいやばいやばい、お化け、雷撃て、うわ、キロ、え、え、キロ、はははは、はーいなんかの間違いかと思ったよ。カッコン、キラー来たんやけど、テレサでキラー来た。どこで終わる、どこで終わる。あ、いいとこ、いいとこ、いいとこっすね。雷ないよな、さすがに。あってほしいけどな。ほい、あー、まあまあしゃあない。これはうーわー、ダブルは取れないが、まあ、シングルでキノコ。うわ、僕兵がなんか位置調整してんな。3着上がってトゲいってるけど、跳ねられるから、しっかりとアウトに回避して、よいしょ。まあ3着残しということでね、まあまあその言うた通りでしょ。結構いい立場に見せたと思うんで。キラー持ってきたのすごいな、テレサで。3、2、1、ザコー。さあ、カコンです。さあ、サンシャイン空港、おっと、バナナもぎ込みね。よいしょー。さあ、ダブルアイデンビックス。いやー、待てよ、これ、シデイさんのパワーでさっきからな、なんか、パワー足りてないからね、もうちょっと細かくも、どんどん行った方がいいんだと思います。ああ、ダメだ。スーパー追い込み、雷回避にかけるしかねえな、やっぱりこれ。なかなか勝てねえぞ、これ。やはり、カスタム8カートデラックスやったのか、カスタムが、ものを言うんだよな、結局。重量級カート8デラックス。その中でちょっとしずえさん、ポテンシャル発揮しような。トゲは早く打つ。トゲは保持してても意味ないですからね。やばい。うえ。最下位からの、がっつりと、なんか、あれは8引かれるとね、どうしても赤ゴラ出るからな、しゃあないな。俺も学習してんね。最下位から赤ゴラ飛んでくるってことは、それ、その人8引いたってことやねんな。だから別に文句言いません。なんで赤コラ持ってんねんみたいな、昔は前まで言ってたんですけど、あのエイトやから持っちゃうのな、しゃあない、その人悪ないですから。普通に赤コラ持ってたしばく、エイトやからな、許してるだけで。ここおしゃれ、はい、もうこのおしゃれがやりたいだけや、サンシャイン空港の。でこのキラーですがね、うおー、キラーですがね、ふーん、なくなっちゃった。おらー、それ俺のじゃ。無限来た、後ろスターか。引きに来るかな、引きには来ないね。まあここだって俺最下位やし、雷ないんでね、生で行くわ。ここで交換で、スターバトンで無敵時間をなく保って、次のサンダーを、おしゃおしゃ、スター3つバトンあるから、ここ全部使います。全部使ってもスターバトンで行く、無限スターバトン、無敵時間を保つ。ここも行きます。もうスターバトン、スターバトン、こんだけバトンしたのに雷回避できないっていうね、結局意味ないんだよな、スターって雷が入らへんかったら。ダブルアイテムもそれ合いは無理やな、シングルでいい。ゴースター来い、オッケー。ここで雷ありえるよ、ありえない世界なんだよな。ドーン、ゴリラを破壊していく、ドーン、オッケー。楽しかったね、4位はなかったよ。無敵バトン楽しかったです。3、2、1、ザコー。さあ行きましょう、ビーサーギトです。スピーサーギトはね、このインドリがありますから、もう一気にも、よいしょ、おはい、来た来た。ビーサーギトの、ま、もうだからもう前張りさせてや、さっきから1位1回も走ってへんねん。1位だ、よっしゃよっしゃみたいな、あるないよな、そんなバカな、やだよそんなの。ボクシングアタック、いやー厳しいな、頼む静江さん、俺に力を。さあ秋っていう人おんな、パタテンテに打ち勝て、そんな人がみんなの憧れ。そう、スタンダードカートで勝つんだ俺は。赤ゴラ持ってる、よし、ここは奪いにしっかり譲っていく。そうそう、そうやって、そうやって打たれたら俺破砕されるからさ、破砕されたら終わりやから、バックミラーしっかり使って冷静に行くわ。後ろのやつが赤持ってたら譲るとかね、
あ、前のやつ赤なんでここは先行させるとか、そういうなんちゅう打ち方や。赤2つ相殺しとるやんけ自分で。そんな横着の打ち方ある。サファイアボール角度調整しやがったな、ガキンチョが。しばくぞ、お前。避けたつもりやったのに。これ1下げ切ってあれやな、ダブル取った方がいいよな。雷来い。うわ、マジでどうしようもねえ。ほら、とりあえずジェットエンジンでこの勢いのままに行きたい。勢いのまま。キラー来い。まあ、キラー無理やな、この距離な。12やもんな。結構詰まってんぞ、これ。まだ4位ぐらいまで上がれんちゃうか、展開次第では。めっちゃ詰まってんもん。ダブル取れないとかもう論外やぞ、これ。あかん、シングルでいいわ。これ無理や。倍率が高すぎる。固まりすぎてて。落としサンダーはないな。落としサンダーないな。ない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 。落としサンダーない。持ってない、誰も。だから、慌てて使う必要なくて、ここ。どけ、よし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 。いやー、雷なしか。ここで来るパターンやろ。やめろよ、ほんま。ゴールまで行かして。うわー、もう前止まらへんやんけ、雷打ってくれへんと。スリー、ツー、ワン、ゴー。さあ、チーズアンダーからこれ展開したら追い込める。いや、逆に前張りできるぞ。初めて1位走れる。この動画で初めて1位走れる、俺。来たー。やったー。初めて1位走れましたよ、皆さん。シルエさん3人走ってるもん、ほら。この絵面よ。うずらの卵やろ、もう。静江さん3人トップやで、俺たちで。こういうのね、そう、逃げをやってみたかった。ただ最後沈むでもいい。こうやって1位の文字を見たかったんだ、右下の。1回も1位ないからね。トップに踊り出たぞみたいなシーンなかったじゃないですか。この前逃げ切ったろ、あいつら。もうずっとアイテム選んどるから、もうタイムアタックと思って。静江さんがついてきてるもんな、真後ろに。さあ、クラクションガチャ一応しておこう。トゲゾウ来たら嫌やから。これ次ダブル取れないっていうリスクあるけど、もう交換するよ。赤打ってくんのかよ。積極的やな。絶対ダブル欲しい。オッケー。あ、トゲ来ちゃった。クラクションはないんかい。あー、ダメだ。首飛んだ、これ。グライダー復帰か。でもこれで差が詰まっちゃったからな。かなり厳しい。まだ逃げれるか、これ。あ、まだ逃げてんな。まだ結構逃げてるぞ。ほら、ヨッシーが2番手におるだけで。さあ、ダブル取れたか？取れたよ、取れた、取れた。オッケー、まだ逃げてる、まだ逃げてる。ほら、後続まだまだ差がある。雷もう一発入らんかったらいけるぞ。よし、なんとか無事2周目は先頭。最後の追い込みが怖い。突き放さなきゃ。よし、ダブル防御。じゃあ、これでいこう。さあ、早く早く早く。て、うわー、トゲゾーンも来てるし。ロジック崩壊。カッコン。だからここで俺滞在競馬するわ、こうやって滞在競馬。オッケースター来い。オッケー来た。逆にもう一度差し返す展開みたいな感じでいくわ。滞在式ゴー。行こうか、ゴールまで行きましょう。差し返せ。無理か。流し込むけど抜かせないか。流し込んだー。序盤だけ1位走るっていうね。3、2、1、ゴー！ホームカントリーです。まあ1位走れたからよかった、さっきのレース。ゴー！よし、これまた前張りいけるかも。で、速すぎるよな。キノコ使ってもこれだし。で、この辺でこれぶち当てられんの、いつも。当たらんかったな。よしよし。今回は食らってないぞ。食らわずに、どこまで上がれるかや。コインだけ取っとかんときついな。コインがっつり取っとこう。回収しっかりして、ほら。さあ、ここでしっかりと。前また離れちゃってるんちゃうな。でも静江さんが前張りいけてるってことは俺でもいけるはずやから、俺も行かして。ミッシー、お前ちょっと危険物所持の疑いで。いやん、逆にその危険物の裏に危険物所持なあ。持ち物検査の中でなんか隠しといたやな、新聞で。そういうタイプの人間やな。よいしょ。おら。いやー、これもう追い込み届かへんもん。どうしようもないやん。普通アイテムでなんかもうちょい打開できると思うねんけどな。届かへんの、どう考えても。
ほら、スタートがここで聞けない、聞かれへんかったら終わっとんねん。ほら、ガキ。おい、なんかやってんねん。おーい、ふざけんなよ、これ。そういうことすんなよ。意地汚い。終わった。置いてかれた。一生懸命してこれやぞ、これ。うん。こっち来い。3, 2, 1, ガーン。さあ、げんこつよとか言うけど、飲んな。こんなんやね。げんこつを一回、チョップを一回ってこと。まあいいだろう。面白い。さあ、ヨッシーが甲羅を携えた瞬間、俺、破壊されるから、気をつけて。アイテムしっかり取って、よしよしよし。あ、バナナ一個なんかもがれてんねんけど。片羽を。さあ、キノコ、切るかこれ。キノコ切ろう。よしよし。あ、ネジで消したかと思ったけど、消せないな。ウルタミダグライダー。早っ。ウルタミダグライダー早いな。ジャンプアクション、ジャンプアクション、2回入った。オッケー、うまい。プロやな。あそこでジャンプアクション2回入れるってプロやもんな。さあ、しかも2番手で競馬できてるからな。これちょっと早めに防御アイテムに変えたいな。1をキープしたいのな、やっぱりできる限り。グワーン。もちろんショートカットいきます。トン。ドン。やべ、赤、あぶねー。よし、1位走ってんぞ。チーズランドじゃないのに、チーズランドじゃないのに1位走ってる。これいったかもしれんな。俺ネジで赤消せ、ネジで赤消し入るからな、あのネジで。たまに、うわー、トゲ譲りか。結局これワンチャンひっくり返せばよくね、こうやってドーンって。これかわせるやろ。オッケー、かわして、かわしたけど、でもあれか、あんま意味ないな。結局もう行かれてまうのことに変わりないもんな。おい、どけ。おーい、もうひどない、あいつマジで。芝くず、仕打ちがひどいねんけど。そんなにさ、押し込まなくてもいいじゃん。押し込みすぎやろ、あいつマジ。ガキンチョ、そこまで押し込む。うわー、ゴールまでキノコ保証の方やな、これ。どうすんねん。うわー、あら、うわー、アッキーちゃーん。仕打ちがひどいな。3, 2, 1, ゴー。さあ、ウォーターバックス。うわー、静江さんめっちゃなんか、左右に動いてたな。サナエさんってことか、左右さんってこと。オッケー、これ気づいてないな、あいつら。俺がターボを遅らせたことに、これで一気に地に踊れていく。おっしゃ、気づいてなかった、あいつら。俺がターボを遅らせたことに、前張りするためだけにあそこあえてターボ解放しなかったんですよ。やったな、こっそりと。ここもインコースいきます。よしよし、でも防御アイテム確定させて使う。ウルタミダグライダーで、今回はあの上空行きませんよ。もうガチガチにも固めに行く。前張り固める。さっきのでかいね、あそこ前ウルトラミダー入ったんでかすぎる、さすがに。ゴー。さっきはね、あの SS 入りながらウルトラミダーやったからいけたよな、あれ。SS とまずあったからな、あれは。一番やりやすい展開に入ったから。で、今回前張り成立してるんでトップ取りたいな。感動の一撃を。あ、トゲ来ちゃった。これ、キラ譲り。よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、回避して1位ちゃう俺。あれ、あいつなんか回避しとんな。イカスミ邪魔や、消えそう。あ、トゲ直撃してない。あいつキノコ持ってたな、そういえば忘れてた。ここはウルトラミダーもいけるかな。もうギリギリ無理そうやな、無理そうやな。ちょっと無茶せんとこ。キノコ使ってダブルいかな、勝ちがないのかな。ダブルで赤ゴーラぶち当てないと。赤来い、早く。赤2つ来た。待て、こことここ、打とうと思ったのに。よいしょ、キノさんか。じゃあもうダメだ、観覧車俺を守れ。2位残せ、2位残せ。うわ、3位はもうダメだ。いや、でもよく頑張ったわな。こんなんもう勝ちやろ。 OK。
3、2、1。かー、リンリンメトロ前張りいけるかどうかやな。さっきみたいに前張りいけたら結構な、粘れるからな。うっと、ウルタミダブル差し返せ。オッケー、SS 取って。序盤の SS が大事だからね。もう行くわ。行こう行こう行こう、どんどん行こう。どんどんもう、アウチ申し訳ねえ。あ、この場合はね、リンリンメトロの特徴へ生かすわ。こっから行ったらコイン斜めぐらい取れるから。あ、ダブルエンドスルーしやがった。うわー、コインがちょうど、あ、取れてるな、一応。コインいっぱい取れるんですよ、あのウェルト行くだけで。ちょ、赤持ってるから先行かそう。アキアンちゃんを先に行かして。さ、前離れてるからキノコ出るね。はいはい。ただ、あいつが赤持ってるから、ここは、しゃあないな、これはもう。あ、お前、早いけ。何してんねん。早く撃て、そうそうそう、後ろでもいいから。さあ、アキアンちゃんも同じ車でやってんねんな。ほら、同じ車のほら、しずえさん、2機。お、ダブル取れたか。お、バッケ来た。おっしゃ。あー、あいつのスター奪いたかったな。アイテムがちょっと弱すぎる。お、あいつダート感だな、ミスって。であれば、その隙をついて、いやーん、なんでバナナもなくなんの、それで。どういう判定やねん。赤さん持ってるんだよ、俺。いいねんな。赤さんの人の前に出ていいねんな。あかんで、ほんまに。よいしょ、赤。さらに、アイテム交換。スター来い。うわ、ワクシング、ボクシング。うわー、大ダメージ。アウトに逃げよう。グライダールート。オッケー、これ、今のうまい。完璧だ。うわー、でも取れないでいくが、まあこれ変わらへんかな。どうせショートカットいけるし。うえーって感じですかね。3、2、1、ゴー。さあ、行きましょうか。おっと、しずえさんにいきなりタックされていくと。ほら。あの、いつもね、ツイッターに対してなんかリプいただくんですけどね、皆さんありがとうね。あの、優しいわ。なんか俺がツイッターでなんか言ったらですね、あの、すぐ励ましの言葉入るんで、優しすぎるなと思ってるんですよ。よいしょ。なんか優しいよな、みんな。なんか普通になんかいい人多いわ。いい人が多すぎる。ね。人柄がいい方々たちがいっぱい見てくれてるなと思いますわ。まあ、それは僕の人柄がいいからっていうのもあります、やっぱりね。よいしょ。いい人にはいい人が集まる。それでいいじゃないですか。ね。さあ行きましょう。さあ緑のテンクスナイプ。当たるなよ。オッケー。さあ。UMT。ATM。さあ、無理やって。ふざけてるような、そのバナナの置き方が。うわぁ、やばい、これちょっと勝ちに行きたいんですけど。そりゃそうか。よし。ほらー。まあ俺もね、その、なんかガキガとかさ、ブチギレたりするけど、別にね、あの、内心優しいから俺は。なので、あの、ご心配なくしてくださいね。よし、さあ行きましょう。さあ、カメラ回避狙っていきたいね、これ、スターバトンで。カコン。ダブル行くしかない。あかん。おー、それがでも熱いぞ。熱すぎる、それは。熱を。あかんのか、いいの取れへんのか、そこで。カコン。伸ばせ。あの、奪いんよ、奪いんよ。雨のけろ。白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく、愛に包まれてゆく、月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。